人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。今回は私が応援しているテキサス州選出のテッド・クルーズ上院議員の話です。私、1月29日の動画、共和党が有利なわけ、下にリンク先を貼っておきますけども、その中でお話したように、この度連邦最高裁判所の判事の一人であるスティーブン・ブライヤー判事が退任を表明しました。83歳ということですけども、バイデン大統領はホワイトハウスでこの退任を表明したスティーブン・ブライヤー判事の感謝の言葉を述べて、後任にはアメリカで初めての黒人女性を指名すると約束したんですね。連邦最高裁判所の判事というのは、9名いますけれども、彼らは一度指名されるともうずっとですね、最高裁の判事のままなんですね。今現状では、9名の判事の中で、6名が保守系、3名が、リベラル系となっています。今回退任するスティーブン・ブライヤー判事はこのリベラル派、3名の中の1人です。83歳、確かに高齢ですけども、決してこのタイミングで辞めることはないわけです。これはやっぱ何らかの圧力がかかったと思われます。この動きに対してテッド・クルーズ上院議員は、この連邦最高裁判所判事に初めて黒人女性を指名すると言っているバイデン大統領の約束、これは不快なものだと言いました。彼が言うには、黒人女性というのは確かアメリカ人口の 6% ではなかったか、実際これ 7% なんですけども、バイデンは 94% の米国人に対して君らのことなど知らない、資格がないからと言っていることになると述べたんですね。さらにクルーズ氏は続けて、バイデンの発言というのは実際のところ黒人女性に対する侮辱に他ならないと指摘しました。彼らが言うには、仮に彼、この彼というのはバイデンですけど、バイデンがこの法曹界で最高の法律専門家を選ぶと明言して、何人もの人物を検討した上で最終的に黒人女性を指名するなら最も的確な人物を指名するということになる、そうすると、その言葉も信用に当たるものになると、しかしながら実際のところ、そうした建前を口にすることもなく、あなたが白人男性や白人女性なら運がなかった、資格がない、バイデンはそう言ってると述べたんですね。このバイデンの判断に対してテッド・クルーズ氏以外の共和党議員からも批判が相次いでいます。指名されるのは最も的確な人物ではなくて、このすごく左寄りですね、左寄りの政治見解を有する人物となる公算が大きいという声も上がっています。ロジャー・ウィッカー上院議員、ミシシッピーの議員ですけども、このバイデンの指名を受ける人物について、人種的少数派が優遇されるこのアファーマティブアクションの一種を受けることになるということを言っていますね。バイデンが誰を選ぶかというのはまだ分かっていません。ホワイトハウスによると、サウスカロライナの連邦地裁判事のジェ・ミッシェル・チャイルズ氏らを含む候補者のリストを検討中ということを明らかになっています。ホワイトハウスのベンツ報道官は、トランプ前大統領が最高裁判判事に女性を指名すると約束して実行したことに対して、当時先ほどのこのウィッカー氏はこれを好意的に受け入れたのに、なぜ今回は批判するんだと
逆に言い返しています。一説によると、前の動画でもお話したようにカマラ・ハリス、彼女がですね、選ばれるんじゃないかという噂も出ていますね。カマラ・ハリスはもともとサンフランシスコの地方検事で、その後カリフォルニア州の司法長官も務めているので、資格があるといえばあるんですけども、そうすると副大統領はどうなるか、そこでですね、例の、ヒラリー・クリントンが、登場するんじゃないかという噂も出ています。いずれにしろ、大統領が指名しても、これが上院議会で過半数の賛成を得ないと承認されません。今のところ上院では、50対50で副大統領が1票を持っているので、民主党が有利なわけですけども、民主党の中にも、ジョー・マンチンとかですね、クリスティン・シネマのように、すごく保守派の議員もいるので、どうなることかわからないんですけども、一応バイデンは、ここで、なんとか、黒人女性を指名することによって、マイノリティあるいは女性の支持を得て、今年の中間選挙なんとか、勝ちたいと思っている次第でございます。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。